猫探してる場合じゃねえな。そんなに好きだったんですか？当たり前だろ、家族だぞ。なんだよ。だって離婚するまで家族の話なんて一言も出ませんでしたよ。そんなことねえだろ。 いいじゃないですか、もう再婚しちゃえば養育費払わなくて済むんでしょ。そんなことしたらお前会えなくなるんだろうよ、息子に。会いたくなったら向こうから来ますって。本当に？ねえ、どんなに止められたって言ったの？はい、20歳の時。 そんなに待てないよ。お前高校の時に何になりたかった？もう忘れました。聞けよ。何になりたかったんですか？地方公務員。硬いですね。 親父みたいになりたくなかったからな。うまくいかないもんですね。どんなだけなさよなら昨日の僕よ見上げた空に飛行機雲僕はどこへ帰ろうかななくし ものなどないのかなさよなら昨日の僕よ瞳を閉じて読んでみるいつかの君に会える 君だけは僕のことを信じてくれていた夢見た未来ってどんなだっけな Hello again 明日の僕よ 話すことはできない。